画書をね出す前が大事なの。あと1年単位ぐらいの資金繰りっていうのを自分で把握しとかんといけんってことだよね。熱血コンサル基礎産業。銀行へ融資の申し込みをした際に最初の面談から実行まで時間がかなりかかるケースがあるかと思いますが、事業者側でできることとして相談から実行までのスピードを上げるためにはどのような準備をしておくのがいいのでしょうか。これは言い換えるとやっぱり早く実行してもらうためには何からやっていけばいいかっていう考え方になるのかな。これはねやらないといけないこととやってはいけないことっていうのの2つの方向からちょっと話をしていこうかな。まずやってはいけないこと、最初から計画書を出さないってことだな。例えばまあ40ページあるようなものを作ってから申し込んだんだけど全然通らなかったみたいな、それで時間がかかるみたいな。見るのも時間かかるからね。実際意思表示をするのはまあ一番早くするってことは大事なんだけど、実際こう事業計画書を提出するときにはその事業計画書にはテーマがあるって考えた方がいいと思う。例えば2年間でこのぐらいのお金がいるんだというふうなことを考えたときに、そこをまあ例えばまあ5000万いるとしようか。そしたらまあその1000万は自分のところでこう工面できますと。じゃあ4000万をお願いしますみたいなストーリーを最初に考えとかんといけないよね。でこれを考えてそうしっかり作って、まあ、持ち込むんならいいんだよ。だけどこれが逆に最初から1億いるんですみたいなことを言った時に、最初に聞いた時いやこれ無理だからみたいな話になったら20、30に時間かかるでしょ。だから最初にテーマを決めずにその事業計画を書いて持ち込むとか、そういうことはやってはいけないことだというふうに思いますね。逆にやらないといけないこと、今現状の資料、例えば資産表とか残表とかいうような分かるもの、今あるもの、資金がこんだけいるんだってことを話しに行くってことだよね。どんな資料を作ったらいいのかっていうところを先にぶつけるんだよ。そこでこういう資料を作ったらいいんじゃないかと思うんですけどとか、あとねもう一つ魔法の言葉があるんだよな。あの先に保証協会に電話で打診しといてくれっていうやり方だよ。プロパーでやれる人っていうのは依存してないんだよな。でも保証協会でやらないといけない人っていうのは融資に資金繰りを依存してるっていう人が多いんだよね。でこういう考え方に分かれる。だから保証協会を使わないといけない人が多いから、やっぱりそのこういう話になってくると思うから、先にまあ保証協会がいっぱいなんかどうかいうのを聞いといてくれっていう考え方になるのかなというふうに思いますよね。だからやってはいけないことっていうのはやっぱり最初から計画書を持っていかないってことで、やらないといけないことっていうのは先にテーマを聞き出すためにその保証協会に聞いといてくれっていうのと、支店内で協議をするために最低限必要な資産表と融資の残表ぐらいは持っていっとくっていうことが大事だろうというふうに思いますよね。融資の実行までのスピードを上げるために銀行との日頃の関係性っていうところを構築するためにやっとくべきことっていうことはどんなことなんでしょうか。これはまあね、あの資産表をまあ定期的に持っていくってことぐらいしかできないんだよな。資産表を定期的に持っていったからといって、融資が出るってことは基本なくて、持っていっても多分まあ見てふーんって感じで雑すすりに入れるってことだよ。関係性を構築するっていうことよりも一番やらないといけないことっていうのは資金収支表を作る。1年間でこんだけいるっていうのを返済まで入れて、ね、こんだけいるみたいなを作る。あと資金繰り表かな。資金繰り表の方が大事だと思う。実際ね、資金調達がうまい会社の社長とか経理担当者っていうのは資金繰り表をがっちり作ってるよ。資金繰り表を作ってで申し込んでるよ。何月にこのお金がいるから先にやっといてくれてネゴしょるよね。でそれを見て課長を相手にそれを話しとくってことが正しいかな。一般に持って行ってもね、多分そこはまあなんか上に伝えといてくれっていうふうによう言うとかんといけんと思う。課長がやっぱりそこはやっぱりしっかり判断するところだろうというふうに思うので。実際こういう話があったんよ。どうやってもやるっていう、やると決めたらやるっていうのが H 銀行のすごいところでね。メインバンクで1年おきの資金繰り表いうのをアバウトなとこを出してくる、まあ、建設会社があるな。ほんで例えばまあ半年後にこんだけお金がいるっていうことが実は先に分かったんだよ。でそこの
経理担当者っていうのは H 銀行から出向行ってた人だから、当然まあそういうことができるでしょうね。で山本さんこれ何とかしてくれんかみたいな話があったんだよな。でその時に、H 銀行は実際お腹いっぱいだったんだよ。当時は東日本大震災があってね、超大型契約が発生したんだよ。耐震っていう問題があってね、建設業だったから。その時に H 銀行がもう精一杯やれてこのぐらいっていうのがあって、で H 銀行と仲がいい新派銀行、新派詐欺親密銀行っていうのがあるんだよね。そこへ持って行って、うちがこれやるからこれやってくれんかってお願いしに行って、その間を埋めたっていうのがある、ね、メインバンクに他の銀行にお願いに行かせるっていうような関係性を作るっていうのが、まあ、一番大事かなというふうに思いますよね。そういうことでね、今日のまとめなんだけど、計画書をね出す前が大事なの。あと1年単位ぐらいの資金繰りっていうのを自分で把握しとかんといけんってことだよね。ということはやっぱり依存しない体質っていうのを常に作っとかないといけないんですよね。依存しない体質を作っていこうと思うと利益を出すってことも当然そうなんだけど、銀行以外の資金調達っていうところの腕を磨いて、自然とそういうふうな売上と利益っていうのが読めるような作り方ができるような、要は会社にしていかないといけないですよというのが今日のまとめでございまして、これをやろうと思うと一朝一夕でできるようなもんじゃないんですよね。常日頃やっぱり疑問に思うことっていうのをすり合わせる場っていうのが、まあ、必要だと思うんですよね。そういうことで今うちの会社はグループコンサルをやっておりまして、毎月1万2000円かかります。1ヶ月10分から15分ぐらいかな。で4人1組でお一人様だいたいそのぐらい私と話をしてます。で日頃の経営の悩みなんかもそうなんだけど、今一番人気があるのはやっぱり当然資金調達のクラスというのはすごくまあ人気があるんですけども、それ以外に補助金助成金であるとかね、予支運用ね、余った資金と言っちゃおかしいけど、まあ、節税の問題なんかの相談もあったりとかするんですけど、ね、投資の話のクラスであるとか、あとまああの FC の本部になりたいとかね、まあ、そういうようなところでは大体6つぐらいのコースっていうのを持っておりまして、全部見て回れます。で今90社ぐらいいてね、交流もだいぶ深まってきたと思うんですよね。お誘い合わせの上参加されてるような人もいたりとかするのでですね、まあそういうこともございましてですね、まあ200社ぐらいまで頑張って集めていきたいと思っておりますので、ご興味のある方、この下の概要欄にリンクを貼っておきますので、お問い合わせをよろしくお願いします。それで今の資金調達したりとかね、資金繰りが苦しいとかそういった方いらっしゃいましたら、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。